レジスタンス運動は、権力者や占領軍に対する抵抗運動を指す用語である。レジスタンス集団とも称される。レジスタンスはそもそも、抵抗を意味するフランス語の普通名詞であり、第二次世界大戦のフランス国内でナチスに対して行われた抵抗運動は、フランスでは、定冠詞大文字で始まる、ラ・レジストンス・ラ・レジスタンスと呼ばれている。 第二次世界大戦では多くの国でナチスドイツの侵略に対するレジスタンス運動が行われた。特にナチスドイツによるフランス占領に対して行われたフランスのレジスタンス運動は最も著名であり戦後においても政治や文学などでレジスタンスは大きな存在として取り扱われるようになった。特に第二次世界大戦以降は レジスタンスという言葉は異国の軍隊によって占領されることに抵抗する運動を指すようになった。このため、レジスタンス運動は第二次世界大戦中、ヨーロッパにおいて数軸国の侵略に対して行われた抵抗運動を指すのに用いられる。また、ドイツ国内における反ナチ運動などもレジスタンス運動として扱われることもある。 1977年以降は、ジュネーブ条約の追加議定書等により、一定の交戦放棄を遵守する場合、レジスタンスは戦闘員としての待遇を認められるようになった。つまり正式にその正当性が認められるようになったのである。レジスタンス運動の戦術としては、例えば、受動的レジスタンス運動、侵略者に対する嫌がらせ、サボタージュ、武装してのゲリラ戦。 パルチザン活動などがある。レジスタンス運動の成果は様々である。武力闘争の結果、見事に侵略者に勝利することもある。中には恩恵主義、武装放棄に路線変更して正当化の後に合法的に、統治機構側に転じた例もある。フェ、ホーセスフランセーズデール、アンテアイはフォルスフランセーズドランテリュールのメンバー。ありがとうございます。